お届け物だもー。おじゃる様の牛だもー。普段は大抵二足歩行をしているんだもー。声優さんはアオピーと同じ人だも。私はいつか少女漫画で一発ドカンと当てて、お城のようなお屋敷に住むことを夢見る、薄井幸代、28歳、独身。春昼下がり、小鳥はさえずり、花はまどろみ。安願神社に居候しています。貧乏神です。私は神社はこのままでいいと思うんですけどね。ダメだわ。私たち原作で絡みがないから会話が成立しないわ。